サンクス先生のファッションビジネスの授業です。これだけは知っていて欲しいアパレル業界のノウハウを惜しみなくお伝えしています。はい。そしたら行きます。はい。業種業態っていう言葉があります。業種業態。これ、アパレル用語でよく言います。はい。これはもう、アパレルの業界に勤めてらっしゃる方は全員知ってます。業種業態。これは、業種っていうのは、事業種目の略です。はい。業種っていうのは、業種なんなん？お宅どこの業種なんなんって言われたら、え、業種？業種っていうのは。で、それ、事業の種目、何の事業してるんですかっていう意味ですね。だから、もう分かりやすいですよ。これ意味分かったらすぐ簡単。だから、商品やサービスの種類、何を売ってますかっていう意味。業種なんですかって言われたら、何売ってますか？だから、メンズショップですとか、スポーツウェアショップですとか、シューズショップですとか、アウトドアショップですとか、まあ言ったら、ジュエリーショップですとか、アンダーウェアショップですとか。だから、何は売ってるんですかって言ってこう聞かれている話ですね。うん。だから、これ簡単ですよね、すごい業種。ね。で、ただ、今回、調べてほしいのは業種じゃないんですね。業種じゃないんですね。業種が同じでも、商品のサービスとか、ビジネスのやり方はね、企業によって異なるんです。ビジネスのやり方。みんなが調べてほしいのは、業態。だから、業種の中に業態がある。もう一個。業種なんですか？メンズウェアショップです。業態なんですか？それの業態なんですか？って言われた時に、のことを調べてほしい。それは、業態っていうのは、ビジネスのやり方の違いのことを言います。だからもう、そこでも簡単、そんな難しいことじゃない。リアル店舗で販売してますとか、ウェブ販売もやってますとか。だから販売のやり方ですよね。だからどんな、やり方で販売してるんですかっていう意味ですよね。業態っていうのは、業態なんですかって言ったら、いや、リアル店舗で店舗販売してますとか。はい。で、例えばこんな言い方も、もっと言うたら、いろんな言い方があるんですよ。相手に説明。だからビジネスのやり方だから。出店エリア。都心の梅田の駅前とか、東京の駅前とか、都心エリアで販売してますとか。それとか、郊外。ちょっと郊外で販売してますとか。千日前とか。そっち側で販売、千日前じゃない。千里中央とか、高槻とか、西宮とか、そういうちょっと、郊外の方で販売してますとか、出店してますとか、それとか地方ですよね。地方を言うともっと田舎で、販売してますとか、そんな言い方もあります。それとか、出店立地、路面店とか、百貨店とか、ファッションビルとか、そういう言い方もありますよね。はい。それとか、あと、商品の調達方法ですね。海外の、海外に行ってロサンゼルスで買い付けしますとか、うん。パリの飲みの市に行って買い付けしますとか。だからそういう、だからビジネスのやり方を業態って言います。だからこの業態について調べてほしいんですけれども、今回のショップリサーチでは、この業態っていうのを、ちょっと、絞り込みます。いろんな言い方あるから、聞いてる人分からないようになるから、もう、オーソドックスに誰でも通用するように、分けます。業態。それを、出店立地。それと、商品の調達方法。この二つについて、表現してほしいと思ってます。業態をね。出店立地と、商品の調達方法。はい。はい。で、出店立地っていうのは、どんな立地か、どんなんか言ったら、もうね、アパレル業界で決まってます。これ覚えておいて、分け方覚えておいてください。ほとんどのアパレルではこんな言い方します。まず、出店立地は大きく分けると、百貨店、それとファッションビル、それとショッピングセンター、それと路面店。この4つに分かれます。大きく言うと4つ。だから、ディアモールどうなんのよ、地下街とか。ナンバーウォークどうなんのよ、と、あ、ちょ、待って、
ナンバーボーツどうなんのよとか、ナンバーシーどうなんのよとか、いろいろあるけれども、言うのはこの4つ。この4つです。で、この4つの違いをちょっと言います。わかりやすく言いますよ。はい。百貨店っていうのは、あ、これまず百貨店、これね。はい。百貨店っていうのは、はい。阪急百貨店。阪神百貨店。高島屋。近鉄百貨店。大丸。伊勢丹。三越。百貨店ですよね。こんなを百貨店。百貨店です。百貨店ですね。はい。百貨店です。で、次、ファッションビル言ったら、ルクアとか。ルクア。パルコとか、エストとか、マルイとか、ルミネとか、ラフォーレとか、ララポートとか、こんなんをファッションビルって言います。はい。で、ショッピングセンターって言ったら、イオンとか、イトーヨーカドーとか、コストコとか、六地蔵とかある、モモテラスとか、そんなん。うん。で、路面店って言ったら、要は新斎橋のあそこある南千葉とか、おしゃれなね、東京都代官山とか、そういうおしゃれなエリアのところを路面店って言います。だから、商店街どうなんのとかいろいろあるけれども、商店街路面店っていう表現を使うときもあるけど、ファッションなんで、まあ、おしゃれなエリアのことを路面店って指す、ね、指す。はい。この4つに分かれますという話ですね。はい。で、この4つの違いは今、これ名前言ったら4つの違いで大体わかると思うんだけども、それを商品比較するんだったら、具体的に商品の、お店の広さとか、経営するんだったら家賃とか、いろんなことが違うんですよ。だからそれをちょっと違いを話しますね。はい。そしたら百貨店って、まず客層。客層が違います。言いますよ。客層の違いって言ったら、百貨店って言ったら、高価格なんですね。で、キャリアより上、キャリアの働いてる人。働いてる人が上の人を狙ってる。だから高級感を持って、阪急百貨店行ったら学生さん少ないんですよ。どっちかが働いてる人がお惣菜買うかなとか。そういう値段の商品が売ってます。だからそんなに安いやつ売ってないよ。だからターゲットがここだから、キャリアより上だから。うん。百貨店によっていろいろ違います。でも、阪急百貨店、阪神百貨店、ちょっとタイプ違いますけれども。ただ、百貨店っていう大きな括りではこの言い方です。基本的にね。で、次は、ファッションビルって言ったら、ヤングです。だから百貨店って言ったら1階に、例えば、化粧品売り場があって、2階が、働く女性の服があって、3階が、インターナショナルブランドがあって、こう、階層によって客層が違うんですよ。うん。でも、ファッションビルって言ったら、全体が若者を狙ってるんです。若者言ったら大体25歳までぐらい、イメージは。25歳ぐらいまでのことを、人を若者って言いますね。みんなね。ファッション業界では25歳ぐらいがちょっと若者になりますね。はい。だから、まあ、体型もあるんでしょうね。だから作る時のパターンのね。それが、で、中価格帯です。だから、百貨店の商品よりもちょっと安い。ちょっと安いです。ヤング狙ってるから。はい。で、次が、ショッピングセンター。イオンとか、イトーヨーカドー。これは、ファミリーです。ターゲットが。で、低価格です。だから、伊藤よ、イオンの店見たら、ファミリー狙ってるから、子供服が、こうね、コーナーであったり、なんか、子供服あるんや、このブランド、みたいな。なんかこれ、メンズがあって、レディースがあって、ユニセックスになってるブランドがあったり、ね、メンズ、レディース。それは、家族全員が買えるようにしてるんですよ。うん。だから、これがショッピングセンターね。路面店っていうのはもう自由です。もう好きなもん置いてます。言ったら、ブランドを表現したい。もう規制がないから。規制がないから何でも来いやから、このブランドはこのブランドは、こんな世界、空間なんです、みたいなものを、こう、ボーンと作る感じですわ。だから、ユニクロなんかいうのは、梅田の茶屋町のところのユニクロあるじゃないですか。あれ、ドーンとあるじゃないですか。あそこはフラグメントシップって言って、関西の、ユニクロのイメージを出す店ですよ、あそこは。うん、東京は東京でまた銀座にあります。
2店舗あるんですよ。うん、だから、言ったら、路面店っていうのは、まあ、言うと南千葉でアーバンリサーチありますけども、アーバンリサーチも3階建てか4階建てですよ、あそこ。で、アウトドアのショップも商品置いてる。だから一番のメインのところが路面店である場合が多い。はい。っていう感じ。この違いがあるということを分かってください。じゃあ商品企画するもみんな違いますよ。これ出店場所違いますよね、絶対ね。うん。だから、で、ちょっと、もっと言うと、お店の広さ、SKU 関係あります。お店の広さは、はい。百貨店は5坪から20坪ぐらいの大きさが多い。で、小さい。だから商品企画自体が、さっきの言った、お店が小さいから、ターゲット絞られたブランドをどういうふうに、売り逃しなく売るかっていうことでサイズ展開、カラー展開してる場合がある。はい。で、ファッションビルっていうのは中ぐらい。10坪から50坪ぐらい。うん。で、ショッピングセンター大きいよ。50坪から100坪ぐらい。家族展開してます。家族狙いで。で、路面店はもう好きなような感じです。というのは、路面店っていろんなね、だから、百貨店とかやったらこの区間に出店していただけませんかってメーカーさんとの打ち合わせがあるんですけれども、路面店っていうのは、前飲食店やってたとか、なんかいろんな形があるんでね、それも自由にしてくださいということですね。はい。ということ。次、家賃。家賃も言うときましょう。これ、百貨店一番高いです。売上の 25% から 30% 持っていかれます。なるね。はい。で、ファッションビルちょっと安い。それの 5% ぐらい安い。ちょっと安いね。ファッションビルは。ちょっと安い、ね。で、ショッピングセンター。もうちょっと安いね。うん。で、路面店は固定家賃です。だから家賃の違いがあるんです。これ何か言うたら、なぜかわかる？これね、商品の値段付けも、高く値段付けとかないと家賃払われへんのですよ。で、ショッピングセンターの分って安いでしょ。ということは、家賃が低いんです。うん。だから家族で来るし、お金安い方がいいじゃないですか。子供服なんてね、使い捨てやったらあかんけど、SDGs あかんけど、まあ言ったら、どんどん入れ替え、若い子ほどどんどんね、来たり、ね、新しいの欲しいじゃないですか。ファッション敏感やからね。だからそんな意味でも、こういう風な感じで、こう、どんどん、こう、高価格になっていくんですけれども、まあ言ったら、家賃も違いますよということですね。だから、MD なんかは、今、2年生でまたね、利益について勉強してますけれども、今は売上のことについて勉強してますけれども、原価率とかあってね。はい。そういうのを、商品は何パーセントのコストで作るみたいな、ね、ことを勉強しますけど、2年生ね。だったら、それに関係しますよ、これね。あんまり原価率高かったら、利益が少なかったら、出店できないですよね。家賃が高かったら、売上の何パー取られたらね、赤字になっちゃう。そういうことです。はい。これが出店立地。だから、今回、出店立地を調べる場合は、自分が今見て、例えば、自分が調べているお店が、阪急百貨店だから百貨店ブランドじゃないですよ。一回、ホームページ見てください。100店舗あるんやったら、ほとんど百貨店やん、みたいなとか、ほとんどファッションビルやん、出店してるとか、ほとんど路面店やんみたいな感じになってると思います。もう出店するとこなかったらもう今回はイレギュラーで百貨店出そうかってなる。だから、一回ですね、自分のブランドが、どこのブランドが一番出店が、どこの立地が一番出店多いのかっていうのを一回調べてください。それが、ここの立地です。はい。だから自分のブランドは出店立地はどこですかって時にパーッと見て、あ、百貨店ブランドや、これ。って、わかります。あ、百貨店ブランドの特徴ってお店、15坪から20坪少ないんや、本当は、みたいな。ほんで他の店見たら、あ、やっぱりそうや、みたいな発見があると思いますよ。はい。だから、百貨店ブランドっていうのはもう百貨店ブランドばっかり集まってますからね。最初から区分けされてますから。はい。だから、そんなのがあると思う。これは日本で。また、海外、例えば香港とか台湾、いろんな海外行くとまた違いますよ。今、日本ね。日本はこういうやり方。はい、次。あ、いいですか？今質問あったら言ってください。大丈夫ですか？はい、次行きますよ。
商品の調達方法、はい、これ言いましょう。調達方法というのは、どこから仕入れてんのとかそんな話ではなくて、4つあります。はい、1つ、また言います、説明します。 SPA ブランド、みんなの調べてるブランドが何ブランド、 SPA ブランド、これよく出てきますよ、ホームページで読んでたりしたら SPA ブランド、うん。で、次、セレクトショップ、なんとなくわかりますよね、セレクトショップ。次、ファストファッション、インターナショナルブランド、これぐらいの区分けできたらいいと思いますわ。あのね、SPA ブランドの中にファストファッションがあるんですけどね、本当はね。でもこれぐらい、調達方法なんなんて言ったら SPA ブランドですとか言ったら通じます。セレクトショップですって言ったら通じます。だからそう、こういう感じの区分けね。これをどれか書いてください。みんなのブランドはどれか。みんな調べてるブランドはどれか。はい。で、まず、SPA ブランドから説明しますよ。SPA ブランド。はい。SPA ブランドっていうのは、商品の企画のから、企画ね。商品企画。僕が説明したような業務フロー。商品の企画から、生産、販売までが、一括して、一つの会社がやってること。生産いうのは、工場まで含まなくてもいいよ。連携する意味でね。そこを、要は簡単に言うと、これ、もう、このもうバレバレでしょ。わかるでしょ。はい、わかるね。はい、これの訳ですね。日本語で言うと、製造小売業です。製造小売業。だから、製造して売る小売。だから、わかりやすく言うと、自分のブランドを直営店で売る。これ SPA ブランド。自分のブランドを作って、それを自分のブランドのお店で売る。これを SPA ブランド。これを商品の企画から販売まで一括しているという意味です。流れが。みんな一緒の社員がやってますよ。自分とかの社員がやってますよ。うん、これがポイントね。はい。製造小売業です。はい。はい、これ、さっき僕が説明したこの図は、SPA ブランドの業務フローです。これは。うん。はい。そしたら、他の授業でも学ぶかもわかりませんが、これ今回が初めてかどうかわかりませんが、ちょっと、ファッションビジネスの仕組みといいますか、大きな、流れを言います。流れというか、大きな考え方を言います。これビジネスやったらもう小売業全部みんなそうやから。まず、川上っていう表現があるんですね。川上。これは、原料。生地ね。生地。このウールの入った素材とか、そういう生地とか、ジッパーとかボタンとか、副資材とか、染色ね。染色。色染めるとか。そういう会社があります。例えば、トーレとか、金棒とか。なんとか染色とかいう、そういうのが、これ川上って言うんです。原料生産する。川上って言うんですよ。ほんで次、川中っていうのは、これがアパレル。川中っていうのは、商品企画から生産するんです。だから企画、デザイナーがいたりして、この原料を仕入れて、ここから仕入れて、商品を企画して生産する、服にしていく。これをアパレルメーカーと。アパレルメーカー、縫製工場ね。だから自社でこの縫製工場を持ってるところもあるし、持ってないところもあるけど、生産部隊っていうのがある。はい、川中。ほんで、川下っていうのは、小売業。百貨店とか、イオンとか、商品作ってないでしょ。あそこはもう売るだけでしょ。だからそれを、川上、川中、川下って言います。これ、ものすごい使われますよ。ニュースでもよく、専門用語で言われてる。だからこんなん使ってください。それが、言ったら、三つに分かれてるんです。分かれてるんですよ。おかしいけども。ビジネス上、ここを、そこから生地を買って、おろす。川上の会社から言ったら、アパレルメーカーに素材を売るんです。消費者に売ってるんじゃなくて、アパレルメーカーに
売る。だから、卸すね。ほんで、アパレルメーカーは、小売業に、小売店に、卸す。商店街のお店に卸す。だから、売る。作った商品をね。で、これの中で、こういう商流、こういうビジネスがあるんですけども、SPA、小売、製造小売業っていうのは、これがミックスされたやつなんです。川中と川下が一緒になった事業を SPA 事業って言います。だから自分のところで商品企画して、販売も直営店でやるでしょ。だからこれを SPA 事業って言います。製造小売業。ここは何よ。これは違う。ここ。製造小売業。なぜそういう風なことになってるのかっていうと、これ、川中、ね、あれだけども、こう3つあるでしょ。まあ言ったら、ここの情報、小売店の情報って言ったら、商品の売れ方とか、お客さんの声とか、そんな情報がすごいたくさん持ってるんですよ。うん。で、アパレルメーカーっていうのは、企画とか商品開発の力あるんですよ。先を読む力とか。で、テキスタイル情報とか、そんなもっと先の情報って言ったら、テキスタイルメーカー、ここの川上にあるんですよ。だから、情報がね、分断されてたんです。だから全然商品が、売れる商品が作れなかったんですね。それを売れるようにするために、SPA っていうことをやろうっていうことで、2000年代ぐらいから、こういうブランドが増えたんです。自分のところで直営店で売ろう。だから、ここをすることによって、店頭で売れた情報を商品企画に回せると。そしたら、売れる情報のもとにどんどん売れるものをどんどん出していけるやろう。というようなことで、SPA 事業っていうのが、もうほとんどが SPA 事業になってますね。ブランドで、なんとかブランドでタッグに変えてるのが絶対お店の名前も一緒のとこ多いでしょ。それは、だから SPA です。それは何か言ったら売れるものを作りたいから。っていう話です。だから情報が分断されていたので、昔は店頭で何が売れてるかわからなかった。だからお客さんの欲しい商品を開発することができなかったことを、だから一番最初に言いましたよね、僕、表で。最後売り切れたら OK ですよ、と。最後売り切れるまでが、仕事ですよ、と。そしたら売り切れるまでいかないんですよ。余っちゃうんですよ。この SDGs にはまって、また、廃棄が多いとかね、そんなになっちゃう。だからただ今の SPA は、の目的っていうのは、売れるものが分かって売れる量だけ作るっていうのが SPA です。そしたら、売り切ることができるので、売り上げもアップできるし、最後、売り切れるんで、売れ残りがないんで、利益もアップする。というようなことで、最終目標を到達できるんじゃないか、ということですね。で、その SPA の中にあるのが、代表されるのが、ファストファッションです。ファストファッション。ユニクロとか、ザラとか、H&M とか、ギャップとか。その辺が SPA の代表されるブランドです。はい。で、ファストファッションって言ったら、これもちょっと覚えておいてもらいたいんですが、ファストファッションと SPA ブランドの何が違うんですかって言われたら、ファストファッションっていうのは、まず、最新の流行を取り入れる。これは、SPA ブランドも同じです。ちっちゃいブランドも。この低価格に抑えた商品を作る。これも、まあ、もう低価格です。もう大体全部が。うん。で、単サイクルで作る。これも同じ。ここは違います。次、世界的に大量生産っていうのが、ファストファッションです。世界的に。だからグローバルに展開してて、何千店舗も展開してるのが、ファストファッション。だから、日本で言ったら、ユニクロぐらいかな。んで、スペインのブランドだとザラ、H&M、ギャップ、そんなんかな、何千店舗。で、ファストファッションって言ったら、もう一回キーワード言います。ファストファッション。最新の流行、低価格、単サイクル、世界的に大量生産。ここで、皆さんが調べてるほとんどの日本ブランドは、これがないんです。ここは大々一緒。うん。でも、ファストファッションはこれがある。うん。
だから、これが違うところ。だから、ファストファッションは、これね、だから、ザラでも2221店舗あるんですよ。H&M 4338店舗。ユニクロは2438。うん。で、ギャップが3352店舗あるんです。これだけあるんですね。で、ユニクロ日本には800店舗ぐらいです。だから、まだまだ海外でどんどん出していってますよ。ね、もうユニクロは海外の方が売り上げ高いです。はい。で、こういう感じですよね。だから、それぞれのスペインとかスウェーデンとか日本とかアメリカ、いろいろ代表的な SPA、ファストファッションでありますけれども、そんな簡単じゃないですよね。本当に。うん。ユニクロさん頑張ったなって感じですよね。はい。で、そしたら、ファストファッションが生まれる前、ファストファッションって2000年に生まれてるんですよ。みんながまだ生まれてないけど、僕はもうアパレル業界入って何年目やろ、10年目、入って何年目や、6年目か7年目ぐらいの時に、ユニクロができたんです。1号店原宿に出したんですよ。だから、その前と後と、その当時というのを分かってるんで、ちょっと説明しますと、洋服は昔はオーダーメイドやったんです。まあ、海外もそうですね、オートクチュール。上田康服飾専門学校得意なオートクチュール。ね、ヨーロッパでもそうです。一人一人に合わせて商品作っていった。ね、日本はまあ、着物かもわかりませんけどね。はい。で、1960年代に、既製服が出たんです。この、むちゃくちゃ歴史が浅いでしょ。ファッションの歴史。1960年ですよ。で、僕、63年生まれですから。見て、ものすごいあれでしょ。もう、若い、ファッションのね。で、ファッションビジネスの勢いがあるのは DC ブーム。デザイナーズキャラクターブランド。だから、ギャルソンとかワイズとか、ヨウジヤマモトとか、その辺が、ケンゾーとかが、この時期に一世風靡したの。その時期が1970年。この頃、日本でファッションブームがすごかった。東京コレクションが初めてやったのが1980年。ね、これぐらいですわ。僕就職したのは1984年ですから。だからもう、すごいかっこよく、ファッションが有名な時期。この頃、むちゃくちゃ商品の値段高いよ。ファストファッションないから。ものすごい、ほんで今の SPA ブランドもないから。ものすごいイタリア製がむちゃめちゃ高かった。みんなオートクチュール。インポートブランドブーム。イタリア製がいいよとかね、そんなブームです。ね。ほんで、セレクトショップが出展されました。ユナイテッドアウローズとかビームスとかがどんどん出てきました。で、2000年にファストファッションが登場。ここで初めてユニクロの1号店ですよ。こっから服の値段がガーンと下がった。市場がブワーッと変わった。で、ここでやばいと思って、ここまでの会社がみんな SPA ブランドに変えた。僕の勤めた会社も、卸しブランド、分断されてる、小売店に卸すっていう業態から SPA に変えた。うん。その時代、アパレル社員もいましたけれども。まあ、ここに、ファストファッションが登場。っていうことですね。で、大量生産による SPA ブランドのデメリットを言いましょう。これも分かってください。だから課題として。SPA ブランド。皆さんが調べてるブランドが SPA ブランドが多いと思いますけれども、課題があります。これちょっと見てください。多分、当てはまるブランド多いと思いますよ。まず、商品の同質化。売れてるブランドを作るから、よう似た商品ばっかり作るんですよ。こっちのブランドもこっちのブランドもこっちのブランドもみんなこれやんか、みたいな。みんな同じような商品作るんですよ。売れてるもん作るから。ね？うん。次。価格競争の激化。安いもん勝ちになるんですよ。そしたら次は。安かったらええんかい、みたいな感じになっちゃうんですよ。なんか価値がなくなっちゃう。で、ほんで、最後売れ残る。売れ残りがあって、処分が多くて、バーゲンが多いとか、いつでもバーゲンしてるやん、このブランド、みたいな。そんな感じになる。これ課題ですよ。うん、課題やから今回、まあこれに当てはまるんやったら課題として、そういう目で見ていただいたらいいと思いますけれど。ね、で、SPA ブランドで頑張ってるブランド、ファストファッション覗くとね、ハニーズさん。このハニーズさんね、なんか、業績とかいいんですよ。これ、なんでか言ったらね、工場持ってるんですよ。海外に工場持ってね、品質も良くして、だから安く作れたりして、で、売れる量だけ作って、すごいコントロールしてますね、ハニーズさん。頑張ってはる。はい。で、バロックジャパン、ね、マウジー、スライ、シェルター、アズールとかね、それとかアダストリアね、ローリーズファームとか、ニコ&グローバルウォークとか、ジナシスとか、ハレとか、
スタジオクリップとかやってるね。ここらは、もう本当に SPA ブランドの上手に、売れ、まあ言ったら売れ残らないように、上手にこう、ブランド、たくさんブランド展開しながら上手にやってますね。はい。で、この人たちが今考えてること、今新しい SPA ブランドの欠点をなくそうと思って考えてることは、こんなこと。最新の流行だけど、他社と差別化を意識してる。他にはない商品をどうやって作ったらいいかなって必死で頑張ってる。うん。だから、それ見つけてあげて。だから自分のブランドで店頭を見たときに、他にはないような商品を作ってるいうのは強みですよ。うん。SPA ブランド。SPA ブランドって、売れるものを作るのが SPA ブランドだけど、他に、売れるんだけど、他には売ってない商品作ってる。うん。すごいよ。うん。それとか、あと低価格だけど、品質を上げる。価格で勝負じゃないのよ。価格で勝負じゃなくて、価格はそこそこにして、品質を上げて、この品質に、だったらこれ安いやんっていう感じ。だから、低価格という意味は、だから、商品のクオリティに比べて安いって感じ。うん、だから、100円やったらいいっていう、そんな問題じゃないよ。100円ショップやったらいいんじゃなくて、すごい高くても、それによりも安く感じる、それが安く感じるようないい商品だという、品質向上っていう意識してる。うん、これもいい、やってるブランドがあったら見つけてあげてください。例えばこのジャケットはこうで、こうでって言って説明、プレゼンテーションの時にしたら、すごい説得力ありますよ。ここは他のブランドと違って、ここはこんな一手間を加えて作ってて、それでも値段が、みんなと同じぐらいで、すごいいいコストパフォーマンスがあります、なんか言ったら。すごい、あ、なるほど、すごい強みやなみたいな、説得力があるプレゼンになると思いますよ。はい。それと、あと、単サイクルで、短い期間で作るのは、ファストファッションなんですけれども、大量生産なんです。短い期間で。でも、それ、大量生産じゃなくて、多品種、小ロット。短い期間でたくさんのものをちょっとずつ作るみたいな、売れ残さないっていうようなことを頑張ろうとしてる。これができたらすごいけど、できてないところが多い。長所にもなり短所にもなるところ、これね。うん。だからそれも見つけてあげてほしい。で、売れ残りゼロを なくす体制作り。だから売れ残りがバーゲンやってないところなんかすごい強みですよ。頑張ってるブランド。売れ残りがあるイコールバーゲンやってると。うん。バーゲンやってるイコール最後処分があるから、最後処分は SDGs 系のね、だから環境に悪いですよね。うん、そんなことがあるから、うん。だから、売れ残りゼロを目指してるっていうのが一番、すごいいいことですね。はい。これ SPA ブランドの特徴。はい。皆さんのところで当てはまったでしょうか？当てはまるものがあったら、どんどん深掘りしていっていただいて、具体的に表現していただいたらいいんじゃないかなと思います。はい、次。セレクトショップを調べていらっしゃる方もいらっしゃると思いますが、セレクトショップっていうところが、どんなメリットがあって、どんなデメリットがあるのか。で、またそこの内容についてちょっとお話しさせていただきます。はい。主なセレクトショップっていうのはこんなになります。ユナイテッドアローズ、ビームス、ナノユニバース、ユナイテッドアローズのビーム、ビューティー&ユース、スモローランド、アーバンリサーチ、こんなブランドが、セレクトショップになります。他いろいろセレクトショップありますよ。ありますけれども、日本の代表されるセレクトショップっていうのはこういうのがあります。はい。で、セレクトショップっていうのは何が違うのかっていうと、自社のブランドではなくて、だから SPA ブランドって言ったら自社のブランドでしょ？自分のところのブランドでしょ？じゃなくて、他社のブランドを仕入れて取り扱ってる。他社。だから、全然、例えば、ユナイテッドアローズの中にノースフェイスとか、カナダグースとか、違うブランドが入ってたりするでしょ？あれは他社のブランドです。ユナイテッドアローズのブランドじゃない。他社のブランドを入れてる。それが、セレクトショップのポイントね。で、コンセプトに合わせて、バイヤーがのセンスで選んでます。バイヤー。バイヤーになりたい人も多いと思うんですけれども、だから、SPA のブランドって言ったら、基本、デザイナーがいて企画するんですよ。ね、自社ブランドだから。でも、
セレクトショップというのはメインはバイヤーです。バイヤーっていうのはデザイナーとかパターンとかじゃないですよ。バイヤーっていうのは他の商品をの展示会とか行って発注もするとか、若手のデザイナーのすごいかっこいいデザイン見つけてヨーロッパとか行ってね。で、あなたのところの商品扱わせて、ユナイテッドガールズですけど、みたいな。で、バイイングしてくるとか、うん、そんなんとか、ロサンゼルスの、飲みの市って、こう、ちょっと家具とか買い付けるとか、そういうのもバイヤー。だから商品の企画とかそんなんじゃなくて、他の商品を仕入れて売るんですね。はい。で、今、セレクトショップでも自社のオリジナルの商品の展開が多くなってきてます。だからユナイテッドアローとかビームスとか行っても、半分弱が自社ブランドになってます。だから、ビームスっていうブランドとか、ビームスレイっていうブランドとか、ビームスボーイっていうブランドとか、ユナイテッドアローズっていうブランドとか、それは自社ブランドになっちゃってる。だから、うん。その理由としては、人気の商品のバイングした商品が追加が入ってこないんです。そう言ったら。欠品しちゃうんですね。それとか、あと、原価率が高い。これはポイントだから、他の商品のをバイングするから、他の商品バイングすること高いじゃないか。自分のところで作ってるわけじゃないから。そしたら値段も高くなって、お客さんにとったらむちゃくちゃ高いブランドやなみたいな感じになって売れないんですね。だから、セレクトショップ行って高いなっていうブランドあると思うんですよ。それはバイングです。時計とかあるのね、ローレックスとか、なんかいろいろ。例えば、うん、ね、ナイキの靴置いてあったり、なんかいろいろして限定商品とかで高いでしょ。あれもうめっちゃ高いんですよ。あれバイングやから。うん、ほんで同じブランドが他店でも売ってる。だから、同じブランド、このブランド、アーバンリサーチにもビームスにも両方あるな、みたいな感じになっちゃうんですね。だから両方あるやん、みたいな。だから、なんかその、最初はいいね。最初、ユナイテッドアローズのバイヤーが、すごいブランドヨーロッパで見つけてきた、ちっちゃいブランド、他、日本に入ってないから、言って、入れた途端に、アーバンリサーチのバイヤーが、これ、俺とこでも扱おう、言って、みんな扱うから。全然、なんか、差別化できないというか。だから、SPA ブランドって言ったらさっきも言いましたよね、売れたものを作るから他、同質化するんですね。みんな同じ見えるんですよ。ブランドが全部一緒に見える。このセレクトショップってバイングで新しいもの入れるから、同質化しないように、すごい差別化するために、こう入れてくるんですよ。それが良さやのに、またそれ真似するから同質化になるんですよ。うん、だから、そんなんが理由で、もうそれやったら俺とこ自分とこで作ろう、言うて。うん、オリジナルブランドができるわけですね。はい。で、オリジナルブランドと商品とバイング商品があって、オリジナル商品っていうのは自社ブランドのことです。自分とこのブランド。で、バイング商品というのは他社のブランドです。だから今回皆さんに調べていただきたいのは、オリジナルブランドとバイングの比率を調べてほしいんです。プレゼンのね、の資料でね、調べてほしいのはね。で、セレクトショップっていうのは、うちとこのブランド、調べてるブランド、セレクトショップなのかな、それとも SPA なのか、どっちやろうって思ってる人は、セレクトショップはバイングの比率が高いです。これで判断しよう。うん。バイングの比率が高い。だから小さいブランドやけども、すごいバイングの比率がすごい高いです。うん。ちょっと見て。でも、ユナイテッド、セレクトショップでも絶対オリジナル商品の比率高いから、ね、ここには、SPA と同じで、デザイナーとかパターンがいますよ。で、もう絶対 SPA ブランドやーって思ってても、ナイキの靴置いたり、アディダスの靴置いたりしてるブランドあるでしょ。なんか、あれなんか、ナイキ置いてるとか。それは、バイングなんです。でも、ちょっとだけ。うん、それは、なんか、イメージだそう思ってやってると。だからそれは SPA ブランド。うん。だからこの比率を、だからそれタグ見てください。バッと自分とこのブランドかなと。あ、このブランド、自分とこの会社のブランドかなっていう感じね。うん。だからたくさんブランド持ってるとこ、自社ブランド並べてるとこもあるから、他社のブランドなんかでいうのを判断してる。それは細かく調べなくていいよ。
ポン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 と調べて、だいたい 30%、 あ、そこれぐらいかなと、置いてるとこ固めてるから。だからバイイングブランド置いてるとこはもうゾーンがあるから、30% ぐらいがバイイングブランドかなとかね。それぐらいの判断でいいですから、それを比率を変えてください。はい。だから、バイイングなら海外で人気ブランドとか、ノースフェイスとかね。それとか、カナダグースとかね。こんな、ダウンジャケットのブランドね。こんなの人気ありますよね。ほんで、国内の人気ブランド。これ、ダイワの釣り道具の、釣りの服のブランドですよ、これね。山のノースフェイス、海のダイワ。ね、これ、ビームスが、プロデュースして、ダイワと組んで、セレクトショップに下ろしてますよ、今ね。すぐ売り切れてる。僕も見に行ったけど、すぐ売り切れてる。で、WWS、これ何か言ったら、洗えるスーツって言って、3年前ぐらいからすごい流行ってるんですけれども、スーツでも洗えるんですよ。だから、作業しながら事務仕事もするような仕事のところで着る服、ワークマンでもやって、もう作業服で、もうそんなスーツ売り出したけどね、そんな水道会社の事務の女の子が発案して、その人が社長やってるんですね。これもね、アーバニサッチに売ってますよ。はい。それとか、まあ、インテリアとか日用雑貨とか、まあ、そういうのも置いてるところも多いですけれども。まあ、こういうのがバイイング商品。はい。で、STA ブランドとインターナショナルブランドの特徴の違いを言います。はい。STA ブランドとインターナショナルブランドの特徴。はい。ちょっと、商品作りの特徴。インターナショナルブランドっていうのは、グッチとか、ルイ・ヴィトンとか、ミラノコレクションとかパリコレクションとか、ニューヨークコレクションとか、大きなコレクションに出るインターナショナルのブランドと日本の SPA ブランド、ちょっとこれの作り方の違い言いますわね。はい。従来は日本も昔2000年まではインターナショナルブランドと同じような作り方だったんです。それがファストファッションが出てきたんで変わったんです。だからその前のことを言いましょう。プロダクトアウトっていう言葉を使います。これは何かっていうと、ブランドが売りたいものを売るんです。もう、お客さんのことか、もう、私は幼児山本が好きなブランドを服を作るんです、みたいな。それとか、あと、山本関西が好きなブランドなんです。建造が好きなんです、とか。もうそんな売れる服なんて考えてない、私のコレクション買いますかみたいな、プロダクトアウト、デザイナー中心で個性がはっきりしてます。その時代の方がすごい。でそれはバイヤーが展示会行って注文します。それで入ってくる、注文するんです。でもう一年前とか半年前に展示会やって、その期間ずーっと丁寧に作って、すごい生産期間が長いんです。はい。だから、企画する方が早めに作る。だから今やったら来年の夏物の企画してるじゃん。もう企画は。うん、インターナショナルブランドは。夏の企画しますよ。来年夏ですよ。秋冬じゃないですよ。夏です。のブランドの、今企画してますよ。うん。ほんで、注文もらって作る期間がすごい長い。品質がいいです、だから。で、ただ、さっきも言いました。おろすんで、小売店さんに。おろすので、売れ残りが出るんです。うん、お店はね。売れてる、だから、セレクトショップの商品は売り切れから売れ残りにするから、どっちか。だから、バイリングの商品。早くから作ってね、個性はあるのにいいけど、売れるか売れへんか分からないもの作ってるから、はい。逆に SPA ブランドはマーケットインといって売れてるものを作るんです。だからお客さんが欲しいものを作るんです。だからインターナショナルブランドのコレクション、パリコレクションとかミラノコレクションのショーを見て、あ、今年のキーワードはプラダ、あ、バレンシアガーとか、あ、こういう、あ、袖の、広がったようなブラウスが売れるんかとか、あ、ワイドパンツが今年いいんかとか、みんなの統計を見て、アナリストの説明とかいろいろ聞いて、あー、このキーワードで作っていこうって分かってから作るんです。はい、これね。だから、外れが少ない。ね。ただ、生産の作る期間が短い。だから、すごい品質が悪くなるケース。こっちと比べたら品質が悪い。
で、品質が落ちてる可能性があって、ただ他社と同質化する。価格競争になる。それが日本ブランドに多いところ。だから、この流れ分かっていただきました。今の、状況、ちょっと、根本的な話をしてますんで、それを分かった上で店舗リサーチしてもらったら、なんかイメージがあって入ってきたら一番いいと思いますけども。はい、こういう感じです。はい、で、今度のやつ、これ図で説明します。これね、これちょっと古い資料やから、2022年、買えばよかったけど、ちょっと買える時間なかった。今年だとしましょう。今年の、2022年の、もう分かんないですけど、今年の8月、秋冬物、8月のお盆ぐらいに商品出したいんですね。ね。その時に、インターナショナルブランド、パリコレクションとかしてるブランドは、2年前の12月に、カラーの、トレンドカラーの、を展示会、川上、要は素材メーカーさんの展示会に行って、カラーの傾向を聞きます。あ、今年は光る素材が流行るんか、とか、今年は、白が流行るんか、とか、あ、今年は素材メーカー、今年はフリフリが流行るんか、フリンジが流行るんか、とか、そんな傾向を見ます。あ、ここ記事やね。ほんで、この2年前の 1年後ぐらい、9月にここに記事の見本市があります。ここでも、あ、素材、あ、今年はふわふわの素材が流行るんやな、とか、そんなのを企画の人が練ります。ぐーっと練って、商品企画を、ここにコレクションがあるんです。だから、この秋冬のコレクションは、例えば今年の秋冬も、もうすぐ8月、8月の秋冬もは、1月、2月ぐらいに、コレクション、パリコレクションとか、いろいろあるでしょう。あれがあるんですよ。これがここに出るんですけれども、このコレクションまでに、2年前ぐらいから企画してるんです。それは、プロダクトアウトの、だから、うちとこの商品か、もう、そんな、流行なんか関係で、うちとこが流行作るんや、みたいな感じで、こうやってるから。ね、しっかり作ってるんです。で、ここで商品を注文もらって、6ヶ月間の間で、店頭で並べるんですね。これがコレクションブランド。コレクション、インターナショナルブランド。で、SPA、皆さんが調べている SPA ブランド、もしくはファストファッションは、ここのコレクションを見てから商品企画するんです。じゃあコレクションを見に行って、いろんなコレクションを企画の人が見に行ってから商品企画するんです。そしたら、トレンドのキーワードを確認してから作るんで、もう45日から3ヶ月の短い間に作らなあかんです。だから、すっごい耐える期間でガツガツガツ作んねん。だから、同じものが多かったり、それとか、何言うの？ちょっと、品質が良くなかったりするケースもある。だから、こういう感じです。で、ここで出すんです。で、セレクトショップは、のバイングは、ここで、いろんな小さいブランドとか、新たなデザイナーとかみんなここでコレクションしますから、見に行って、あ、この有名じゃないけど、このデザイナーの服かっこいいなぁって、うちとこで売りたいなぁとか思ったら、ここでバイングするんです。注文するんです。でも、自分とかで作らないから、注文したやつが入るだけやから、待ってたら入ってくる。バイングで。商品をね、生産はしてないよ、自分とかでは。うん、生産管理はしてないよ。他社やから。こういう感じの商品の作り方の違いがある。だから根本的なことの、流れを分かった上で、そのが分かった上でちょっと店頭を見てもらって、何が課題かな、何がどうやろうとか、いうようなことをいろいろ感じてもらったらいいんじゃないかなと思います。で、今日の話ですね。今回は、これでおしまいです。最後までご視聴していただきまして、
ありがとうございました。次回の授業でお会いできることを楽しみにしています。